はい、こんにちは、もっちーです。今回は腰痛の原因となっている組織の話をしようと思います。この話を聞くメリットとしては、腰痛の部位によって原因組織の仮説が立てられるようになります。で、その結果評価や治療にもいい結果が起きることが考えられます。で、次にこの動画の信頼性ですが、私は現在今都内の整形外科クリニックに勤務する中で非常に多くの腰痛患者を担当しています。なので信頼性はあると思います。はい、それでは本題に入ります。で、腰痛といっても、腰を痛がる人や、臀部を痛がる人や、あとは腰の症状を訴える人など様々な人がいると思います。で、実これは何が違うのかって言いますと、単純なんですが、症状を出している組織が違います。で、腰部や腰に症状を出す組織は多くありますが、今回は腰痛周囲の組織に絞って話を進めていきたいと思います。で、腰痛周囲の組織が障害されることで、出る症状っていうのが大きく分けて3つあります。で、1つ目が、腰部で、2つ目が腰部から臀部の症状で、3つ目が臀部から下肢までの症状っていうのがあります。で、実際の臨床の中でやっぱこの辺はかなり症状としては多いような印象がありますし、で、人によってはもしかしたら複数の症状が合併している人もいるんじゃないかと思っています。で、この一つ目の、腰部に症状を出す組織で考えられるのが、腰椎周囲の筋膜、あとは脊柱起立筋群、棘上靭帯とか棘突起とか、棘間靭帯とかが障害されても、腰部に症状は出ます。あとは繊維輪とか終盤とかその辺の椎間板周囲の組織とかが障害されても、腰部の症状っていうのは出ます。はい、で、2つ目の腰部から臀部に症状を出す組織っていうのは、考えられるものとしては前方の硬膜、あとは椎間関節の関節包などが障害されても腰部から臀部までの症状っていうのは出てきます。で、3つ目の臀部から下肢に症状を出す組織としては、これは結構少ないんですけど、少ないというか、選択肢が少ないんですけど、神経根っていうのがあります。逆に他の腰椎周囲の組織ではなかなか下肢までに症状は出ないって考えてもらえればいいと思います。はい、で、今回は腰椎周囲の組織だけですが、これらが分かることで、患者さんが痛みを訴える部位を聞くだけで、ある程度組織が絞れてきます。でも、実際には、その例えば患者さんが腰が痛いって言った場合に、腰が痛いんですね、じゃあ組織はこれだってなるわけではなくて、実際に、腰が痛いって聞いた時点で、ある程度さっき言ったような組織が絞られてきます。で、それに加えて問診とかで、じゃあ実際にどういう動きで痛いのかとか、例えば時間帯が朝が痛いのかとか夕方が痛いのかとか、そういうことを聞いていくことで、さらに組織を絞っていくことができます。なので、さっきの知識に加えて問診とか評価を行うことで、さらに組織を絞っていく必要があります。で、逆になんですけど、この組織が絞れてこないと、なかなか痛みを出している組織っていうのがわからないので、なかなか適切な治療もできなくなってしまいます。で、こんな感じで組織が特定できてくると、その組織に対する治療を行うっていう段階まで、進むことができます。例えば腰が痛いっていう人の場合、例えばいろいろ原因の組織っていうのが考えられるんですけど、例えばその人が椎間関節の痛みを出していた場合なんですけど、そういう人に対して起立筋の治療をやっても、やっぱそこまでいい結果は得られないっていうのが考えられます。逆にその下肢までの神経症状を訴える人に対して、そういう人に対して椎間関節のモビライゼーションをしたりとかしても、それはそれで、いい結果を得られない可能性が高いと思います。なのでこのような感じで、ある程度組織を絞ってそれに対する適切な治療を行うことで、なるべくいい結果が出せるのではないかと考えています。単純な考えなんですけど、こういう考え方っていうのは、治療でいい結果を出すためには非常に重要なのかと思います。はい、今回は腰椎周囲の組織のみの紹介でしたんですけど、実際の臨床では、他の仙腸関節の原因になってるかもしれないし、もしくは臀部とか下肢とかそっちの方の影響がある可能性っていうのも、
まあ、非常に多いと思います、まあ、なんですけど、まあ、今回みたいな感じで、まあ、どの動きでどの組織が障害されているのか、じゃあこの組織が障害されているからこの治療法をやろう、 で再評価してみて、まあ、どう変わったかっていうのを、そういう流れでやっていくことで、まあ、例えば原因の部位が違う場所だとしても、まあ、同じような考えをしていくと、まあ、比較的命中率は上がってくるのかと思います。はい、今回の内容はこれで以上となります。まあ、少しでも参考になれば高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。